はい、アザラシの絵294日目になります。2週間ぶりですね。2週間の間を空けましたが、特に変わったところはないかな。あそこの唐辛子が落ちてるぐらいかなって感じですけどね。茎ブロッコリーがね、なんか葉っぱが怪しい。怪しくない？これなんか食われてる気がするんだが、虫に食われてるのかな、わからんけど、わからんけど、ちょっともうそろそろおしまいかもしれない。こうやって大きくなってるのもあるけど、せっかく引かさしてもなんか葉っぱがないのがちらほら見える。不思議な状況ですね。でもこうやってちょっと見ても虫がついてる様子はないんですよ。全然虫はついてない。虫はいないんだけど葉っぱが食われてる。鳥とかかな、勝手に想像すると鳥とかかなと思うんですけど、はい、まあ、そんな感じですかね。で今日はね、ちょっとお家に帰ってこの唐辛子をね、唐辛子って置いたままに野ざらしにしとくとだんだん白くなるんで、これダメですよね。赤いのだけちょっと収穫してなんか瓶に詰めようかなって思います。はい、部屋の中に入ってきました。これをね、一個一個取ってこの缶の中に入れていきます。まあ、いいか、入れよう。はい、終了。